秀吉軍が勇壮に出陣してまいります。どうぞ大きな拍手をお送りください。本日は一般参加者、そしてプロの武術家の皆さんおよそ100名でガチで合戦をしていただきます。ガチ甲冑合戦に参加される皆さんをご紹介してまいりましょう。まずは黒色の甲冑を着ているのが秀吉軍、そして赤色の甲冑が家康軍です。まずは赤い甲冑の家康軍、井伊直政さん、手を挙げてください。我が赤鬼隊もまだまだ物足りぬと申しておる。続いて火縄銃の名人、西海一族の孫子さん、手を挙げてください。弟の敵を取ってやるわ。そしてなんと今回はアメリカの UFC でも活躍された現役バリバリの総合格闘家、菊野勝則さんにもお越しいただいております。菊野さんは多くの国際的な大会で優勝されています。また巌流島ライジンという格闘技武術の大会でもご活躍されています。ただですね、前回7月のこのガチ甲冑合戦では横山道場の先生のですね、生徒さんに負けてしまいました。今回はリベンジをかけて戦っていただきます。では秀吉軍池田森隊の皆さん、もう一度大きな声を出してください。はい、そして総大将池田恒興さん。池田恒興ファイナー、ありがとうございます。そして侍大将森永吉さん。田舎者のこのおいぶたちが潰してくれるわ。はい、続いて池田元助さん。ありがとうございます。続いて池田照正さん。気合入ってますね、女性の方のようです。さあ池田森隊、
なんだか不穏な雰囲気が漂ってきました。いらい見合いが続いています。最悪つけ陣太鼓鳴らせ、みんな早せ、陣太鼓しっかりせ。いよいよ合戦が始まるようです。鉄砲しろ用意せ。まずは当時の合戦を再現して銃撃戦から始まります。鉄砲隊だよ。おかせおかせ。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 さあ敵に当たるように徐々に徐々に近づいていきます。さあ一般参加者を交えた総力戦です。家康軍が前に出る。押し出せ。Thank you.
般参加者と思えないこの迫力。押しちゃった。ちょっとヒートアップしてるんじゃないでしょうか。当時の稲川城の
投擲は有効射程距離は50メートル程度だったそうです。やったか、いいです、始まりました。最下級を持ってきてもらえた正々堂々と決めたいのか。どうだ、ここらで男らしい気打ちだとしてみか。まさにガチンコ、ガチンコ甲冑合戦息打ちです。腕に自信のある者を変えてよ。ごめんなさい、厳しい練習を積んだ武術家の皆さんがここから一騎打ちをします。盾を片付ける。そして大体5試合ぐらいはありますかね。5試合ですね、本日ですね初めて、それでは最初の勝負始めます。黒の秀吉軍、そして赤の家康軍、5試合が組まれているようです。どちらが勝つのか。第1試合目開始です。はっ、体格では黒の秀吉軍の兵士の方が上回っているようです。さあどちらが勝つか。黒の勝ちを取ります。踊れ黒の勝ち締め、この赤鬼大東の山口と申しましたでしょ。さあ第1試合目は秀吉軍の勝利でした。さあ次はどのような武士が出てくるのか。勝ちましたので赤の勝ちとします。殿勝ちましたぞ。うむ、このまま勝利を続けよう。勝てば恩賞は思いのままじゃ。さあこれで秀吉軍家康軍、本当でございますか。殿いつもそんなことをおっしゃって、この木また大したものいただいておりませんがな。十分な恩賞を与えておるつもりじゃ。ああ十分でございますよ、はい、さあこれで1対1ですね。ちょうど1対1、はい、次の試合の行方はどちらか。元助殿大丈夫か。池田元助、命惜しみせえよ。はい、しまれる。さあ組打ちになった。これは赤が有利か、赤が有利か。抑え込みにかかる。これは赤が有利か、赤が有利か。抑え込みにかかる。勝負双方を担当で指しましたので相打ちとします。双方相打ちです。元助、ここで打ち尻です。これで1勝1敗1分け、元助の勝敗は残る2戦にかかってまいります。森永吉参る。
敵将森林氏が出たぞ。森林氏なんとしても打ち滅ぼせ。そして、プロ格闘家選手のリベンジ戦となります。さあ前回は菊野選手が負けました。武術歴10年の吉村選手、そして赤家康軍の菊野選手、どちらが勝つか。リハーサルでは菊野選手が勝ちました。本番はどうか。そして秀吉軍1勝、引き分けが1つです。さあ最後の試合に勝敗がかかっています。次に参ります。終わらせるぞ。また気を取ってくれよ。さあこれも日本甲冑合戦の会師範同士の迫力ある戦いが見られると思います。もう一戦やりますか。さすがにプロ格闘家も一戦やります。いきます。さあ再戦です。今度こそが最後の試合。その負けた悔しかったんでね、一生懸命稽古して今日臨んリベンジできました。やったぞ。そして今後の予定について教えてください。1月3日、来年の1月3日
巌流島っていう格闘技の大会で、ビストーザっていうブラジルのめっちゃ強いバケモノと戦います。よろしくお願いします。ありがとうございました。徳川軍、二軍、勝ち時を上げます。さあ今回の合戦、4勝1敗1分けでイエス軍の勝利となりました。天下頂戴です。行くぞ。健闘した秀吉軍、そして勝利した家康軍の兵士たち全員に大きな声援を送りください。実はご来場いただきまして誠にありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。人間頂戴です。本日はご来場いただきまして誠にありがとうございました。お忘れ物のないようお気をつけてお帰りください。なお日本甲冑合戦の会ではホームページを設けております。今後のイベントのご案内をさせていただいております。ぜひご覧ください。やれやれ、たたえ、進め、ジンクスだ、進め。本日はご覧いただきまして以上をもちまして甲冑合戦を全て終了いたします。もう一度大きな声援をお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。